お子さんがいじめられてるって言って帰ったら、あなたはどう思いますか？きっと頭の中でこんなメロディーが流れるのではないでしょうか。 So you don't have to worry, worry 守ってあげたい。あなたを苦しめるすべてのことから Cause I love you。 でもちょっと立場を変えて考えてみてください。もしあなたが外であった辛いこと苦しいこと家で話す、それは守ってほしいからですか？そうではありませんよね。そう、辛かったんだね、頑張ってるんだね、ありがとう、家族に分かってもらえる、それだけで心が癒されます。子供も同じなんです。でも子供の場合は対応の仕方が分からなかったり、間違った対応をしているために友達がなかなか作れないということにつながってしまう場合があります。そういうことを一緒に考えるっていうことが子どもの成長にも、そして親の成長にもつながっていきます。ただいま。お母さん、あのね、今日学校でね、ピータロー君にいじめられたの。あら、どうしたの？どうしていじめられたの？あのね、エリーのことキビキビっていうの。そう、辛かったわね。それでエリちゃんどうしたの？我慢してたんだけど、いっぱい言ってくるからやめてって。でも言ってくるからね、先生に言ったの。そう、辛かったわね。それでどうなったの？あのね、ピータロー君が先生に怒られてエリーにごめんなさいって謝ったのよ。そう、ピータロー君謝ってくれたの。ピータロー君、本当はいい子なのね。あのね、自分が悪いと思った時にごめんなさいって言えるのは本当はいい子なのよ。すごいことなのよ。そうすると、自分も褒めてもらいたくてこんなことを言い出します。あのね、エリーもピータロー君にごめんなさいって言ったんだよ。へえ、エリーちゃんも言ったの。エリーちゃん偉いね。どうしてごめんなさいって言ったのかな。あのね、ピータロー君ね、お目目丸いでしょ。だからエリービー玉お目目のピータロー君って言ったの。そしたらそれがピータロー君嫌だったみたいで、エリーのことチビチビって言ったんだって。だからエリーはね、エリーはビー玉お目目可愛いと思って言っただけだけど、エリーごめんなさいって謝ったの。そう、ピータロー君もお目目のこと気にしてたんだ。可愛いお目目だけど自分では気にしてたのね。エリちゃん分かってあげたんだ。偉いね。エリちゃんとピータロー君はもう本当の友達だよ。へ？あのね、喧嘩しても悪かったなと思ったらごめんなさいって言ってまた仲直りができるのが本当の友達。だからエリちゃんとピータロー君はもう本当のお友達になれたのよ。へえ、そうなんだ。お母さんも話聞いて嬉しくなっちゃった。So you don't have to worry, worry 見守っているから、あなたが辛い時いつもそばにいる。だから大丈夫。